大分県。大分県は、日本の九州地方東部に位置する県。県庁所在地は、大分市である。2018年現在、の人口は約114万人で、沖縄県を除く九州7県では、福岡県、熊本県、鹿児島県、長崎県に次いで5番目に多い。全国的に、知名度が高い別府温泉や、湯布院温泉をはじめとする温泉は、源泉数、 4538箇所、輸出量 291340L、分ともに日本一で、また地熱発電の発電量でも日本一でありさらに、栽培、養殖などの産業、食文化、美容やと医療に至るまで豊かな温泉の恵みが幅広く生かされている。日本一の温泉圏を置いたをキャッチフレーズに温泉をアピールしている。 山地の占める割合が大きく、西部には九十連山、南部には祖母山、傾き山がそびえる。このうち九十連山の中岳は九州本土の最高峰である。平野部は北部の中津平野、中部の大分平野、南部の佐伯平野など限られた地域に分布している。海岸部は北部から西部で瀬戸内海、西部はスオーナダ、ブ海と呼ばれる。 に面する。中部では文語水道を挟んで四国地方に接しており、その最強部の法予海峡の幅は1 0キロメートルほどである。南部の日方海岸にはリアス式海岸が発達しており、日方海岸国定公園に指定された景観が楽しめる。江戸時代に編纂された文語国史1803は最初の総合的地事として名高い。 瀬戸内海の西端に位置しており気候区分上は瀬戸内海式気候から他の方への遷移域にあたる。気候の区分にはいくつかの考え方がある。気象庁では余計法細分区域を以下の4区域に分けている。降水量の都市平均値及び降水日数の都市変化の2つの観点から以下の4区域に分ける考え方もある。大分県には 14市3郡3町1村を合わせて18市町村がある。現存するすべての町村名で、町は町、村は村と読む。2005年、平成17年から2006年、平成18年にかけて、いわゆる平成の大合併により、別府市、津久美市、姫島村、肘町、九十町、九州町を除くすべての市町村が合併し、 市町村の数は2004年、平成16年12月31日までの58から2006年、平成18年3月31日時点で18へと大幅に減少した。これは九州で最も少なく、全国でも4番目に少ない。なお、町の数3、および町村数4、は47都道府県で最も少ない。以下、 6つの地域振興局の管轄ごとに市町村を記述する。平成の大合併により消滅した軍町村。軍自体が消滅している場合は、軍名にリンクを付した。大野町、原文大,大野市の大野原遺跡で1981年、昭和56年に発掘されたナウマン像の牙などの化石が、鋭い刃物のようなもので切断されており、 人と動物が遭遇したことを示していると推測された。このため、人々が住み始めたのは三万七千年前であると考えられている。2001年、平成十三年五月には、大分市の横尾遺跡から約六千年前から七千年前、縄文時代早期の加工された、拡柱状の材木、長さ三点四メートル、一辺十八センチメートルが出土した。 この材木は、日本最古の建築部材と考えられている。現在の大分県の県名は、古来国府が置かれていた大分郡、大北の氷に由来し、大分という読みは、四輪の一種で、大北が点火したものである。さらに、大分郡の名の由来については、文後国府時では、慶光天皇がこの地を訪れた際に、広大なるかな、この軍は。よろしく、大北国。 大北の国と名付くべしと簡単して名付け、これが後に大分と書かれたとされる。しかし、大分平野は広大とは言えないため、実際には狭く入り組んだ地形に多くの田が作られている様子を形容した大北が転じて大分になったする説が近年の定説である。古代には県の全部と福岡県の東部は広告と呼ばれ、7世紀末頃に 武前国と文語国に分けられた。律令制の下で、武前国及び文語国は共に上国、縁国とされた。鎌倉時代から室町時代にかけては、大友氏が文語国の死後となった。大友氏は、戦国時代の二十一代当主、大友義重大友宗林の第二最盛期を迎えた。宗林は、九州六カ国の死後及び、九州短大に任じられ、 九州の大半を支配した。また、清やポルトガルなどとの交易を盛んに行い、府内、現在の大分市等では、南蛮文化が花開いた。キリスト教を積極的に保護し、文護国の信者は3万人を超えたとされる。総林自身も晩年に洗礼を受けて、キリシタン大名となった。しかし、大友氏は1586年、天正14年の島津市の信仰。 豊かさつか戦等により衰退し百5 9 3年、文禄2年に22大当主の大友義宗が改役されて、大友氏による当地は終焉を迎えた。江戸時代、当県にあたる地域には、中津、木月、日出、府内、大分、薄木、佐伯、丘、武田、森、楠の八藩が分立するとともに、北には九州の幕府領を管轄する。 西国筋軍隊の大官所が置けれ、各地には、日後、延岡、島原藩の飛び量も点在した。このため、大きな都市は形成されなかったものの、代わりに各地に特色ある文化が生まれた。各藩の城下町だった地域には、現在も武家屋敷等が残っているところが多い。今日は三年、千八百三年に完成した地市、文後国市は、国崎郡早見郡 大分軍、海部軍、大野軍、名尾入軍、九州軍、北軍の八軍について、古代から近世までの歴史、地理を簡明に記載する。大分県の総人口は114万2943人、2018年10月1日現在、で、これは47都道府県中岩手県に次ぐ、第33位である。県庁所在地の大分市に総人口のント。 以上が集中している。衆議院の小選挙区は、第1区、第2区、第3区の3区。参議院の選挙区は、全県で1区の大分県選挙区、1区を構成。平成26年度、2014年度の県内総生産は4兆1、426億円で、ある。これは、世界の過半数の国の国内総生産、GDP よりも規模が大きい。 県内総生産の内訳は、第1次、産業910億円、2.2%、第2次、産業1兆1、974億円、28.9%、第3次、産業2兆8、154億円、68.0%。一人当たり県民所得は258.3万円で、ある。平松森彦全県知事が提唱した市村ひ品、 運動によって各地で特産品を生み出す試みがなされている。農産物では、干し椎茸及びカボスが生産量日本一で特産として知られる。干し椎茸のうちでも特に高級品として珍重される実が厚く、表層に干し型の亀裂が入る冬、どんこが名産。野菜の産出額は白ネギ39.0億円。小ネギ 31.0億円、トマト28.0億円、イチゴ26.0億円、果樹の生産額はなし30.4億円、ぶどう22.8億円、ハウスみかん16.6億円、カボス11.3億円の順である2014年度。水産業は中高級魚介類が中心で、 そのため海面生産量が全国23位であるのに対して海面生産額が10位と高くなっている。特に赤味、赤サバや浄化カレーはブランド魚として知られる。リアス式海岸を有する県南部では養殖も盛んであり、ブリ15,668トン、全国2位、カンパチ3,488トン、全国3位、クロマグロ、 全6 5 6トン、全国3位、ひらめ、660トン、全国2位などが生産されている。畜産では、九十高原をはじめとする地域で落農が行われており、放牧期には放牧されている様が高速道路からでも見られる。牛乳及びその加工品も流通している。ブランド牛として、文語牛がある。 高度成長期に大分市が新産業都市の指定を受けて大分臨海工業地帯が形成された。また近年は大分市や大分空港周辺に電子工業等の立地が進む一方、県北部では隣接する福岡県東部と共に自動車関連企業が集積している。このため全国平均に比べ第二次産業の占める割合が高い。 大分県の自然エネルギー自給率は30.1%で全国の都道府県で最も高い。八町原発電所をはじめ3カ所の商用地熱発電所が立地するなど地熱利用が進んでいることが主な要因である。JR 線4路線がある。私鉄や第三セクター鉄道は存在しないが別府市に近畿日本鉄道、 近鉄グループの近鉄別府ロープウェイが運営するロープウェイ、別府ロープウェイ線と岡本製作所が運営するケーブルカー別府楽天地ケーブル線の2路線がある。大分市を中心として県北部はだいぶ交通、県南部は大分バス、別府市周辺は亀の井バス、北市周辺は北バスとこれらの子会社が路線網を持っている。 これらの会社は、西日本鉄道と、資本的関係がある。また、県外の事業者では、熊本県の九州三考バス、九州横断バスなど、福岡県の西鉄バス、北市周辺、以前は、中津市にも、が路線を有している。県の北側から東側にかけては海に面しており、多くの港が設置されている。また、文後水道を横断し、 九州と四国を結ぶ航路や、瀬戸内海を通り、九州と本州を結ぶ航路が発着している。有人離島も県内には点在しており、定期船が行き来している。民放三社のうち、アブスとオブに出資している。オブは中継局が整備されていない地域があるが、その中にはケーブルテレビで再放送が行われている地域もある。陸上または、 会場で隣接する九州、瀬戸内各県の放送を受信できる地域が多数あるため、新聞ではそれらの壺根の番組表を掲載している。県の大半の地域では、法日方言に属する大分弁が話される。大分弁は、東北海岸方言、南部海岸方言、西部方言、北部方言、南部方言の5つに区分され、 北部方言の内旧中津市近辺の方言は中津弁、西部方言の内北市近辺の方言は北弁と呼ばれる。中津弁は福岡県武前方言である北九州弁との境界が曖昧であり、北弁を含む西部方言は非地区方言の影響が大きい。大分県の観光地も参照。一部シーンに登場した作品を含む楽しくご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。